はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。では今回は提督の決断法パープキットを続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、満を持してアメリカ西海岸攻略2時間スペシャルと題して、約2時間にわたってプレイをしたんですが、結果西海岸を落とせずというちょっとね不甲斐ない結果に終わってしまったんですけど、今回はその続きになります。まずですね、西海岸を攻めるための艦隊戦力なんですが、ちょっと直近だとかなり潜水艦が削られてしまったので、次回の出撃が少し難しいかなというところになっています。で、一方アメリカ軍の艦隊の方もかなりすり減っては来ているんで、もう一押しかなというところかなと思ってます。ただ後続のメキシコの方から増援が来てますんで、これらへの対応も必要になってくるかなというふうに思っています。で、肝心要の空母機動部隊に配備する予定の全天候型夜間攻撃可能長距離爆撃機、24長距離爆撃機があと1周で、生産整う状態になってますので、これに合わせてね、お金も貯めていきたいなというところになります。ここは大量に作ってる潜水艦が仕上がりましたねという内容になります。で、ついに24の長距離爆撃機。24長距離爆撃機ですね。二次爆の正当な後継機というところになると思うんですが、これをね、大量に生産していきましょう。では、まずはいつものようにですね、諜報活動の確認と、あとは物資の援助ですね。今回は鉄をドイツに5000ほど供給しましょう。で、ハワイ沖に展開している艦隊なんですが、第12、16、この両艦隊を西海岸に出しましょう。ちょっと2個艦隊しか出せないという心苦しさというか、もどかしさみたいなものはあるんですが、そうは言ってもね、艦隊は動かしていかなければしょうがないので。では、編成で、潜水艦隊ですね、ちゃんと編成していきましょう。潜水艦はだいぶ数は作ったので、それなりに補給はできるかなと思うんで、潜水艦をね、今回バーッと作ったら、あとは空母に載せる24爆撃機ですね、これをね、大量に生産していかなければいけないんで、潜水艦もね、ここまで一気に量産するのは、これを最後にしたいなぁとは思ってるんですけどね。ご覧の通り相当数の潜水艦作ってるんで、これを一気にアメリカ西海岸にもう一度叩きつけた上で、味方の空母の突入を促すという戦略ですね。1個艦隊ぐらいはね、そしたら、アフリカ方面に差し向けますか。第9艦隊のみ、ちょっと、マダガスカルに入れましょう。で、マダガスカルには艦隊が戻ってきてますね。なので、マダガスカルにいる艦隊を一旦喜望峰に入れて、喜望峰の防衛に努めましょうか。喜望峰の防御力を高めていきましょう。で、今回は目玉の忘れちゃいけない24の全天候型爆撃機、長距離爆撃機ですね。これを生産できるだけ生産します。815機か、もうちょっと欲しかったけど、やっぱりお金ですね。お金の方が先になくなっちゃうか。
じゃあこれを忘れないうちに載せていきます。まあ、どうしても今西海岸なんで、攻撃の目標がね、西海岸の方を重点的にどうしても配備していかなきゃいけないかなというところになるんですが、まず烈風とかも24の爆撃機に変えた方がいいでしょう。この辺りは何？二次爆に、違う違う、二次4にしたくない理由でもあるのかな？烈風に従うね。だ烈風は結局夜間攻撃ができないんで、多少移動力っていうのかな、スピードが劣るっていう面を考えても、やっぱり二次4の、まあでも直縁はいいのか。直縁機に関してはどうでもいい。いやーでも直縁もな、やっぱり夜間戦闘できてないとちょっと厳しいですよね。敵の方はね、夜間も攻撃機バンバン飛ばしてくるんで。ちょっとここはやっぱり考え直した方がいいかな。提督も乗せられる提督はいないね。そしたら艦載機はやっぱり二次4に全部変えていきましょう。手動でちょっと変えていかなきゃいけない面倒くささはあるんですが。ここね、二次4に全部乗せ替えてくれるとすごく楽なんだけどね。護衛機は10機体制にします。で、爆撃機はマックスで、雷撃機は0にしちゃいましょう。もう不要と。で、その代わり爆撃機を多く乗せていきます。これがまあ基本的な航空戦力の配備になるかな。やっぱり二次二に従うね、ここは。二次四ではなくて。で、雷撃機はもう全部ゼロにしてしまって、本当にいいのかなっていうのはあるんですけどね。雷撃機ゼロで本当にいいのか、ちょっと心配な面もあるが、やっぱりここはね、誘導弾ついてるっていう強みもあるんで、もう完全にね、この雷撃機なしの爆撃機オンリーの体制でいきましょう。どうしても敵の航空基地さっと潰しちゃいたいんで、そうなってくると雷撃機ではちょっと火力が弱いかなっていうね、気になっちゃうんですよね。もうこの二次4、二次爆がどんくらい働いてくれるかですけどね。そうか、じゃあ艦隊編成のうち2つの空母にはそのまま雷撃機乗せときますか。結局足の速い駆逐艦とかが相手になってくると、どうしても雷撃機、つまり魚雷攻撃が必要になってくるんで、4個空母のうち2個空母にはそのまま雷撃機を残しましょうか。で、ちょっと中途半端な感じの印象にもなっちゃうんですけど、残りの2隻に関しては、今進めている通り、爆撃機オンリーの構成ですね。これで進めていきます。まあ、いよいよ、対戦も末期になってきましたからね。お互いにそれこそ本当に全天候型の飛行機も出揃ってきて、総力戦の様相を呈してきましたからね。これで1個艦隊分の航空戦力の配備が完了しました。じゃあ同じ要領でちょっとやっていきましょうか。
ここはね、やっぱ二次音に全部乗せ替えていかなきゃいけないっていう面倒くささがありますけど、戦いに勝利するためなんでしょうがないですね。で、一応今回なんとかね、西海岸を攻略したいなと思ってるんで、まあ、同じく2時間スペシャル、前回と同じく2時間スペシャル後編と題して一応ねやっていきたいなと思っています。で、まあもちろんね、それよりも早く終わってしまうケースもあるかなとは思うんですけど、今回ね西海岸攻略できなかったっていうことにならないように、できるだけねこの面倒くさいですけど準備はしっかりやっていきましょう。これ虹の爆撃機を全部もう処分したいな、そういう意味だとね。艦載機これは乗ってないか、新しく入るんだね。これもね虹4の爆撃機入れてくれてんだけど、まあこれ自動で入ってくれたからこれでいい、めんどくさいからね、爆撃機だけちゃんと入ってくれればいいでしょう。虹4の爆撃機入ってるよね。でさっきはここを入れてたんで、今回はこれを入れずに36機対戦しましょう。偵察機と直縁機がちょっとね全天候型になっていないっていう不安要素はあるんですけど、いかんせんめんどくさいっていう、めんどくささには勝てなかった。22の爆撃機がここは24の爆撃機に変えましょう。まあなんといっても800機作ってますからね、これでいいかな。で第8艦隊の方ですね。第8艦隊これの方が主力か。第8艦隊の方も虹2の爆撃機を虹4に変えていきましょう。やっぱり火力不足だったっていうのがあるんで、どうしても艦載機に関しては誘導弾を乗せてる優位性というのも考慮した上で雷撃機は減らしたくなっちゃうんだよな。で敵の艦隊戦力に関してはそもそも事前の潜水艦の攻撃によってある程度減衰させておくっていうね基本戦略に乗っとるんであればなおのことっていう感じもするんで、これ97式の観光とか載せる意味はないな。ちょっとやめましょう、97式の観光を載せるのは。代わりに24を大量に載せる方がよっぽど戦果を上げてくれるでしょう。これで一応出撃予定の空母にはすべて24を乗せられたかな。で第10艦隊これは一応ね予備で持ってきている空母なんで、ここはもう自動配備でいいでしょう。24をちゃんとね爆撃機で入れてくれればそれ以上言うことはないですね。でそうなると多少22が余るんじゃないかなと思うんで、22のね運用も少し考えていけそうな感じになります。ではこれで一旦進めていきましょう。今回2個潜水艦隊しか投入できないんで、まあここはね艦隊が全滅するのもある程度覚悟の上で、敵の水上部隊の消耗かな、消耗をね測っていきましょう。まずは敵の艦隊がどんくらい出てるかっていうのと、このあと
空母部隊を出したときに、どんだけ、敵の水上部隊を、ね、排除できているかっていうところに直結してくるんで、まあ、どうせね、張り付いている場所はわかるんですけどね、そっちの方にじゃあ、手動で索敵を行いましょうか。この後潜水艦は4個艦隊のうち3個潜水艦隊が、ハワイに向かっていて、さらに今製造中の40隻ぐらいの潜水艦があるんで、この潜水艦も、一応ハワイに持ってくると。で、その潜水艦隊が、ひとしきり出撃して敵の艦隊をすり減らしたら、いよいよ空母出撃ですね。さあ、なかなか敵の位置をつかめないでいるけど、このままさまよっていると時間ばっかり使っちゃうっていうのと、あとは何といってもね、敵の艦隊の中に駆逐艦あるいは軽巡、まあ、つまり潜水艦に対して攻撃能力を持っている艦船がどれくらい入ってるかっていうところですかね。でも潜水艦よりも敵のね、水上部隊の方が索敵能力は高いんで、敵の方から先に攻撃されてしまうリスクがあるっていう意味で言うと、やっぱり夜はね、静かにしてたいんだけど、いきなり見つかった？うわ、一個も魚雷撃てなかったな。まあ、ただやっぱりこの辺あたりに張り付いてるっていうのは間違いないですね。さあ、敵の大体の位置は潜水艦1個沈みましたけど、それによって把握できたので、あとはじりじりと寄っていくだけですね。で、これに伴って夜が明けてくれればなおよし。さあ、敵がどこにいるか。未だに見つけられないでいるな。ここの索敵で空母を使ったら空母沈められましたからね。さあ、敵の位置つかみました。これは結構圧しやすいね。敵が固まって団子状態になってるんで。これは火力を集中しやすい。ちょっと索敵に出した潜水艦が1隻やられましたけど、それ以外はここまで完勝ですね。敵の空母を完全に。そうか、戦力比較見なかったから敵の艦隊がどれくらい出てるかっていうのかちょっとわからないですね。ん？敵艦発見？どこだ？上の方にいるな。ここも空母だな。ただ、さっきの戦いで結構魚雷は撃ち尽くした感があるからな。魚雷が残ってるかどうかですね。魚雷が残ってればここも仕留めたいところですけど。いやー、ここは敵の駆逐艦の方が1枚も2枚も上手だな。結果、痛み分けかなー。もうちょっと駆逐艦をね、叩いておきたいけど、まさに駆逐艦の餌食になってますね、味方の潜水艦が。
潜水艦隊は全滅か。まあ、戦果としては敵の、まあ、1個艦隊は壊滅させて、もう1個艦隊の駆逐艦たちは、まあ、半分ぐらいは損壊させたかなというところですけど、味方は2個潜水艦隊が全滅なので、まあ、痛み分けだな。もうこちらは魚雷持ってないから逃げてもらうしかないんだけど、逃げ切れる？2隻でもねいいからしっかり戻ってきてほしいんですけど、潜水艦に張り付かれてるからな。うん、駆逐艦に張り付かれてますからね。まあしょうがないですね、ここは。ただ敵の方は、まあ、空母こそ取り逃してますけど、まあ、ある程度ダメージ与えてるので良しとしましょう。よし、これでまた潜水艦が大量配備できますね。でガスタービンもできて ECM のポットもできたと。でハワイの方には艦隊はどうだ。うわー、今回潜水艦出せないか。今回潜水艦出したかったんだけどな。第一艦隊は一旦ハワイに戻しましょう。で潜水艦隊が3個艦隊が次のターンですね。ちょっと何とも言えないな。第10と第11艦隊は合わせちゃいましょうか。そしたら希望砲の方に入っている艦隊にも一応、艦載機の方は更新してあげましょう。このあと希望砲も激戦になることが予想されるんで、しかもねこっちの方は空母が旧型旧式なんですよね。いわゆる装甲空母になってないんで、より沈みやすい状態にはなってるんで、まあ、そういったところを考慮した上でも、こっちのこの第2、第3、第4艦隊の方にもしっかり艦載機ね、最新鋭モデルを入れておいてあげましょう。第3艦隊は一部装甲空母になってますね。ただ飛龍とかはねもう開戦当時からある空母ですからね。で第4艦隊の方は、そうか、虹ヤマトが入ってんだな、ここには。まあ今やね、ヤマト極み型の戦艦が就航してますけど、ヤマトに続いてヤマト海、これが沈められた後の日本海軍の総機関を務めてくれてたのが虹ヤマトですからね。でマダガスカルに入っている艦隊、これは一応艦載機更新しといてあげましょう。これも、まあ、ただ面倒なんで、まあ、自動配信でいいかなとは思います。そうなるとでも虹2の爆撃機が虹4に更新されないんですね。夜間と悪天候で発艦できないっていうマイナスポイントがちょっとありますけど、まあ、ここは今最前線になっているアメリカ西海岸の方に優先的に24の全天候型爆撃機は配備していくっていう方針でいいでしょう。でだ、まずは艦隊ですね、新規編成していきましょう。そうか、2個艦隊しか空きがないのか。まあ、ご覧のように
潜水艦を大量に製造してるんで。じゃあこれで第11と12かな、この艦隊をハワイ基地へ持っていきましょう。で一応揚陸艦もね作ってあるんで、西海岸攻撃の時には揚陸艦も、持っていきます。で今回作るのは飛行機ですね。24の爆撃、あとは直縁機設計するよ、1個ぐらい強力な、それこそ直縁機扱いのものを、まあ、強力な直縁機作るんだったらやっぱね、その空戦能力を重視したものを作ってあげればいいのかなとは思うんですけど、装甲はちょっと厚めにする？いやでもな、装甲よりもやっぱり敵の爆撃機なり雷撃機を一方的にね撃ち倒すっていう方がいいとは思うんだけど、まあちょっとねここはじゃあ装甲は65ぐらいを一旦目処にしてみますか。航続距離は全然短くていいんで、夜間戦闘は可能、全天候を可能にしておいてだ。ステルスは装備させて、いやストレスも欲しかったな今思えばね。これで最高速度が900キロ出ているといいね。で爆撃能力はまあ爆弾は一応500キロぐらいは搭載する、まあ、急降下は必要ないんで、いやそうなると800キロの誘導弾が欲しいな。いやいるか、いらないね、直縁機ですからね。何でもかんでもってやっちゃうと結果的に微妙になっちゃうんで、じゃあこれは一番好きな虹2の方にしましょう。ステルス機能も持ってるっていうね、まあ必要なのかっていう話なんですけど、直縁機で。どちらかというと必要なのはね、あっちの方が必要かなって感じはしますけどね。雷撃機とかの方が必要なんじゃないのって感じはしますけど。水星海とかももう廃棄しちゃおう。97式の艦艇とかはもうそもそも24機まだ残ってるんだ。まあ雷撃機あんま作ってないからな。あとは24攻撃機、これも廃棄だな。あとはまあほぼないに等しいのでこんなもんでいいかな。この上で航空機作るのは243の爆撃機を大量に作っていきます。そうか、虹2の爆撃機もう全部消して24に生まれ変わらせるっていう意味だと、全部廃棄しちゃえば一番手っ取り早いかもしれないですね。まあ、ちょっと今回そういう荒行事はしませんけど、さあでは次のターンは航空攻撃じゃない、潜水艦の攻撃ができないので一旦送らなきゃいけないんですが、一応アメリカ西海岸の戦力見ておきましょう。いや今回攻めたかったな、第15艦隊か。どうする、メキシコの方に艦隊が入ってる。うわメキシコの方は結構いるな。メキシコの艦隊戦力考えると、いやこれはちょっと今回やっぱり攻撃はできないですね。希望砲に来たか、ついに希望砲に敵の艦隊が来た。
まあ、ただ希望法は守れる自信はあります。ただやっぱり怖いんで、一応艦隊の逃がし先は考えておきたい。ここでね、イギリス軍を徹底的にコテンパンに叩いておければすごくいいんだけどな。さあ偵察機も飛ばして、敵の艦隊の位置を早々に割り出したいな。どこにね、敵の艦隊が出てるか。まあ3個艦隊は絶対出てると思うんで、飛行機の数もめちゃくちゃ飛ばせるんで、まあ飛行機合戦ですね、完全に。どの辺に敵の航空機部隊がいるか。ああ、爆撃機が早速爆撃に来てるな。ってことはこの辺りだな。早いな、空母の大破が早い。やっぱりここはね、旧式のものだっていうのが良くないね。こらこら、どこに行くんだ。そうなるよな。新王が沈没したか。早いな、しかも雨か。ここでの雨は痛いな。全天候型乗せてないっていうのがここでかなりマイナスになったね、いきなり。一日中雨とかやめてよ。希望法そういうのあるからね。さあ雨止んでくれ。雨が止まないと何もできない。まま飛行場を失うぞ。いや本当に飛行場を失うね、これ1個。夜のうちに2個目失うでしょ、この感じだと。こっち側にも戦艦が張り付いてんのか、もう。マジか。希望砲を取られるのか。いや、雨とかほんとやめてほしいわ。まあ、そうなるよね。やっとか。もう夜になるっていう、このタイミングでやっとか。まあ一部は24が塗ってたんだな。いや、夜明けがこんなに待ち遠しいとは思わなかったな。いや、やっぱ24の爆撃機に全部乗せ替えですね、これは。工場が2個やられたか。
まあ、夜でもね、何機かは頑張ってくれてるからね、攻撃機系はなんとか夜間も戦闘できるものが入ってるんだな。さあ、夜が明けたぞ。こっからだ。ここでまた仕切り直しになりますからね。さあ、だいぶカクついてるけど。そうか、こっちの空母は正規空母、比較が大破か。さあ、敵味方損害がどんくらい出てるかですね。味方の飛行場の戦力がね、使えてないのがもったいないな。で、こっちには敵の戦艦部隊が出てるんだ。で、ここで雨になっちゃう？できるだけ味方の飛行場のね、そのレンジ内に敵を引き込みたいですよね。いや、喜望峰はちょっと24の爆撃機を重点的に配備しないとダメだな。まあ、なんとかね、敵は撤退には追い込めたんで、喜望峰は守れはしましたけどね。24の爆撃機がちょっと足りてないかな。敵艦がまだいる？ああ、ここに残ってるね。さあ、あとはどこかにまだ敵艦が残ってるのかな？ちょっと完全に見失ったな。
今ね、ちょっと見づらいと思うんですけど、画面の左下の方を見てます。そしたら、ここに残ってんだな。この艦隊、この戦艦を見、こう、発見できなかったっていうのもちょっと情けない話だな。しかもなかなか沈められないっていうね。止まってる戦艦が沈められないっていう情けなさ。いや、これは沈めようよ、ちゃんと。この辺にいるでしょう。戦艦の方が射程が長いっていうのはあるけどさ、もう沈む寸前でしょ。よし、まあ損害もバカにならなかったですけどね。味方の方は正規空母が1隻、あとは軽巡が1隻撃沈されてますね。で、飛行場を2つ失ってます。三坂型、これ51センチ砲か。これが最終形になるのかな、もしかしたら。さあ、ではさっきの反省点を生かして少し戦略の見直しというよりは航空機の配備のし直しをしなきゃいけないですね。まずは機防砲に入っている艦隊のうち第3艦隊は一旦マダガスカルに入れて修復が必要ですね。第2艦隊も一旦マダガスカルに戻しましょう。で、代わりに、マダガスカルに入っている希望砲ですね。マダガスカルに入っている第6艦隊を、一旦希望砲に入れて、でだ、飛行機の配備を見直さないといけないんで、まず飛行機作っちゃいましょう。今回もね、ちょっとあんまりお金を他に使えず、この24の爆撃機を140機作るだけに、ね、終わっちゃうんですけど、そうすると、まず第一飛行場には自動配備で24の長距離爆撃機を入れて、ここにも24の長距離爆撃機を入れましょう。で、第3飛行場も24の長距離爆撃機。で、希望砲に今回残る第4艦隊の総核は24入ってる？入ってないね。24の爆撃機を入れて、赤城も健在だな。一度も改装してないね。ここも24の爆撃機を入れましょう。まあ、随砲はどうでもいいといえばどうでもいいんで、あとは第6艦隊ですね。ここが艦載機、何が入ってる？24が入ってれば問題なしなんですが、そうか、ここが24の爆撃機がちょっと数が足りてないんだな。まあ、ただ、飛行場に大量に配備してあるので、まあ、安心感はあると思います。希望砲の守りに関しては。では潜水艦隊を出していきましょう。なんかね、アメリカ西海岸どころじゃなくなりつつあるかなっていう雰囲気も出てきちゃいましたけど、まずはね、予定通り西海岸を攻略していきましょう。
で、西海岸の戦力はどうなってるかって、今回結構満載になってるよね。なってるよね。まあ、前回攻撃できてませんからね。逆に、メキシコの方はというと、メキシコの方もでも艦隊戦力それなりに揃ってるか。いや、油断ならないですね、引き続き。さあ、ではでは、ターンを進めていきましょう。戦力比でいうと敵の方は、第15艦隊か。第15艦隊は空母が4隻入っていた。あとは駆逐艦も入ってますね。第9艦隊は戦艦と空母が入っていて、これも入ってますね、駆逐艦が。第14艦隊、これは戦艦と従順クラスかな、これは。軽巡ですね。軽巡が入ってるか。軽巡が入ってるとね、もう潜水艦がみるみる沈められちゃうんで。なんとも悲しい雰囲気にはなるんですが。まあ、喜望峰をね、なんとか守りきれたというのは良かったですね、でも。アメリカ西海岸、本当に容易には落とせないな。で、24の爆撃機は1トンの爆弾積んでるんで、もうちょっと火力が上がってくれるとは思うんですけど、さっき、飛行場基地の近くで、まあ、座礁気味に止まってた敵の旋回モンタージュを沈めるのもね、かなり苦労してたように見受けられたんで、それを考えると、本当にね、航空戦力頑張ってもらわないと、今後の戦いが危ないなっていう感じがしますけど。さあ、じゃあ例によって索敵がちょっとね、うまくいってなさそうなので、いそうな場所まで一隻配置しましょう。発見できないまま夜になっちゃった。さてと、どこにいるんだ。かなりの艦隊が出ているのは間違いないんで、そしたらもっと発見した。どこで発見したの。ここで発見してるね。ただ先に沈められるよね。そんな気がしたよ。ただやっぱりいる場所はあそこであることは、まあ毎回間違いないんで。いやー、潜水艦がいきなりガリガリ沈められてるね。いやー、潜水艦の沈没率がえげつないな。やっぱ夜は戦いたくないよね、潜水艦でか。まだ戦果はゼロだな。やっと敵艦撃沈。いや、めちゃくちゃ出てきたな。魚雷の数がちょっと足りないかな。
とどめを刺すだけの魚雷が残ってないですね、きっと。もったいないね。いや本当にもったいない。やっぱりこの辺り敵の装甲が厚くなってる分沈められないんですよね。もうちょっとでね、完全に。一掃できるかなってところだったんですけど、ここは追い回されてるな、完全に。爆雷を投下されないように必死になって逃げてるけど、回り込まれてる。もう弾持ってないからね、魚雷の一発もお見舞いできないっていうね。敵の真下をくぐっていってる、このもったいない状況。いやー、潜水艦隊全滅したな、本当に。マジか。いやー、なかなか渋い戦いが続くな。西海岸にはすかさずスパイを送っておいて、物資援助はちょっとね、鉄アルミが不足してきてるんで、今回からは鉄に変えましょう。でハワイはどうなったかというと、第11艦隊はアメリカ西海岸に送り出せるね。第12艦隊は第10艦隊 と、揚陸艦をねちょっと移しましょう。揚陸艦をこのまま残しておいてもしょうがないので、13、14、15が壊滅的な損害を受けてるんだな。新建制はそうか、これだけしか作れないか。となるとやっぱり航空機だな。今欲しいのは航空戦力なんで、航空機を作っておこう。で本当にいよいよね、その西海岸に対して空母を差し向けるときも考えていかなきゃいけないですから。今回はね、敵の艦隊戦力がどんくらい出てるかがちょっと見極めがつかないんですが、前回ほどの大戦力は多分出せないはずなんですよね。さあこの縦で出てきてくれると前の方にいる戦艦を狙いやすいんで、戦艦に対してのまあ攻撃の効率が上がりますよね。
魚雷こんだけ当ててやっと戦艦撃破って感じだからな。ここで新手か。ここはただ敵の空母が入ってますね。ここもう一押しが足りないんだよね。沈められなかったか。惜しいですよね。もうちょっとっていうところまでは行くんですけど、まあ、今回はただ生き残りの潜水艦もそれなりにいそうなので、これで、もう 2,3 ターンかけて、敵の艦隊戦力を削ったら空母を突入させますか。まあ気になるところで言うと、どうしてもね、アフリカの希望法、ここも気になるんですけど、まずは西海岸ですね。で、西海岸奪還したらまた戦力をアフリカの方に差し向けるのかっていう話になってしまうんですけど、まあ、アフリカの、ね、奪還に向かいます。まあ、今回潜水艦が3分の1、5分の2ぐらいは多分帰還してくれるんじゃないかなとは思うんで、で次のターンでもまた潜水艦隊を投入して、その次のターンかその次の次のターンぐらいでいよいよ空母を出撃させていきましょう。でね、1ターンでできればどうしてもアメリカ西海岸は取らないと、敵の飛行戦力もそうですけど、続々と艦隊戦力の増援が来るんで、12艦隊を発見すらできなかったんだな。アルミがちょっと足りなくなってきたか。さすがにあんだけ作ったらね。さあ、一大航空決戦の前にもう一回潜水艦による攻撃仕掛けておきましょう。で今回はそうするとだ、兵器開発で、まあ、これもね本当に必要かっていう話はあるんですけど、ミサカ型これ開発しましょう。で新兵器の開発ももうねあんまり必要ないといえば必要ないんですけども、せっかくなんで全部やっちゃいましょう。いかに早く敵の艦隊発見するかなんですよね。日中にしかも夜に発見したら一方的にタコ殴りにされるんで、
まあ、3個艦隊投入してますけど、1個艦隊あたりがね、16隻構成になっていないんで、まあ、そのあたりもちょっとね弱いかなとは思うんですが、潜水艦隊がでもこれで一旦消耗しきっちゃうとなると、この後はいよいよ空母を投入せざるを得なくなっちゃうんで、このターンでできるだけ敵の戦力は削っておきたいっていう意味で言うと、早め早めにちょっと敵の居場所をつかみましょう。これで夜になっちゃうんだよね。夜にね、逆に発見されたくないし、したくないしっていうところなんだけど、沈められるね。こんなところで戦闘になってたか。いやー、こっちには空母部隊がいるな。まあ空母戦艦部隊を狙う方が合ってるね、戦い方としては。ここを取り逃さなければ、まあ、敵の駆逐艦とかはね、味方の空母を出した時に叩けるんで、やっぱり敵の戦艦、空母部隊ですね、先に叩いておきたいのは。見逃すな、こっちにいるぞ。敵の戦艦も叩いておきたいですよね。よし、これで次のターン、いよいよ空母を送り出しますか。一応敵の戦力を見た上で空母を出すか出さないかちょっと検討しましょう。
で、場合によっては各艦隊に空母、潜水艦を2、3隻ぐらいずつ入れてもいいかもしれないですね。さあ、これで次のターン楽しみになります。いやー、でも敵の方は何？こうやって見ると軽巡クラスとかは健在だね。まあ、軽巡なんて正直どうでもいいといえばどうでもいいんですけど、潜水艦を投入しないときには。じゃあ今回のターンはちょっと輸送船をね、ちょっと作っときましょう。だいぶ輸送船放置してたんで。で、輸送船の配備をバシバシしていきましょうか。マダガスカルは輸送船の数足りてない、まあ、足りてないまではいかないか。アラビア、輸送船のどこを重点的にやるかっていうよりかは、もう今回はできるだけ入れていく感じでいいかな。マレーとかももうちょっとあってもいいかなって感じはしますけどね。南シナも増やす？もう増やせないね。よし、じゃあこれでいいでしょう。で、ちょっとお金は貯めておいて、ハワイの方に目を向けます。で、ハワイの方はこんな感じで、敵の方はというと、アメリカ西海岸の艦隊戦力、大した戦力が残ってないね。メキシコの方には、まあ、艦隊残ってるっちゃ残ってるな。どうする？もう一回行く？いや、でももう一回行っても次出てくるのは間違いなく駆逐艦部隊なんですよ。となると、ここはもう満を持して西海岸を攻略しましょう。ついにその時が来たということで。いや、でもこの戦いでもし勝てないってなるとね、かなり苦しくはなりますね。今後のね、戦いも。これも本当に総仕上げ的な、アメリカ西海岸攻略総仕上げ的な感じですからね。空母4隻、さらに51センチ砲搭載の。最新鋭の戦艦も出してますからね。
さあこれでまずね敵の航空基地2つ最低でも1つ潰せる分だけ潰しちゃいましょう。破壊まではできなかったんだな。さあ敵の戦艦空母部隊もいる。かなりカクついてますね。まあこちらの爆撃機はねその戦闘力は低いんでどうしても敵の直縁に落とされますからね。空母一隻が甲板大破か。何、空母一隻撃沈されたか。空母二隻目、さらに空母が大破。空母の損害が大きいな。敵の潜水艦が出てる。マジか。今まで散々こっちが使ってきた戦法そのままやられてるな。
いやー、なんとも言葉が出ないぐらい結構損害がバカにならないけど。空母が結構きつい上に敵の艦隊まだまだ残ってるね。まずいけど、もうここまで来たら力で押すしかないからな。やっと1飛行場破壊？味方の爆撃機はだいぶすり減ってるな、この感じだと。さあ、なんとか落としたいけど。よし、で残って
った空母は敵の揚陸艦を撃沈しに向かいましょう。もう空母がボロボロだな。多大な損害受けたけど、このまま行けば一応西海岸は取れるでいいの？敵艦発見してるな。この辺りにいるね。まだ後は潜んでいる敵の艦隊だな。どっかにまだ敵の艦隊が潜んでるはずなんで、これをなんとか時間内に見つけて沈めたい。どこにいる？ここにいたか。よし、取ったね。いやー、損害半端じゃないけど、西海岸取りましたね、ようやく。いやー、味方の損害も半端じゃないですけど、まあ空母もだいぶ失いましたけどね。
はい、というわけでついにアメリカの西海岸を取ることができました。残るのはもうでもどうなんでしょうね、敵の艦隊戦力。ちょっとね、艦隊をだいぶ傷つけられてしまいましたけど、ここからまた立て直してしっかりプレーしていきましょう。で、一応ハワイにいる艦隊を今ここにもう残しておく必要はないので、ハワイから全部、アメリカの西海岸に移すっていうね、ところから次回プレイをしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで、無事、アメリカの西海岸を取りました。艦隊の再編成とかもやっていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。